おはようございます。今日は2月26日、時間は朝の5時32分です。昨日までの相場解説が完成しました。はい、 100% その通りになりましたね。じゃあ画面を切り替えてそちらの方を確認していきましょう。はい、今ご覧いただいているのが、これはですね、デイリーですね。デイリーを見ていくと、よかったですね、これは。まずこれからいきましょうか。こういうふうに下がっていったのが、ね、フォーメーション、右肩下がりになってますよね。で、ここで転換を起こして、ここに上がっていったわけですけどもね。で、おかげさまで、こういうふうにピシッといきましたよ。常々こうなるよって言ってたのが、こちら4つの陰線が続いた後に、ここで上昇してね、また倍で取れていきますよってのはね、もう迷いなく倍だけでここまで来ましたね。こういうふうにギザギザと上下を繰り返しながら右肩上がりになっているのがよくわかります。現在値が106円の263ですね。106円、107円の方向に向かうよと言ったわけですけども、まあ、迷いなくそうなったわけですね。この2ヶ月を見てみると、バイデンさんがその、米大統領の座について、そこからですね、トランプ大統領だった時のセルセルセルの動きが、バイバイバイに変わっていったということですね。だからここに気づくのがね、ものすごくね、いいタイミングでしたね。ここでもしかしたら倍になるんじゃないかなと思って、ずっとセル作戦を不意に倍作戦に切り替えたんですね。まあ、そうするとその通り、そこからずっと今月はうまくいきましたね。皆さんもだいぶ利益が取れたんじゃないですか。では、4時間を空けてみます。まあ、もうね、完成したんで改めて言うまでもないですけども、こういう風な形で4時間足も進んできました。そして、ここを超えて、ここを超えてですね、今ここに至るということでございます。今後はですね、これが、まあ、よくあるパターンとしては、ちょっと違いますね。よくあるパターンとしては、もう若干伸びた後、こういう風になっていくかなっていうところですけどね。よくあるパターンですよね。まあ、こんなことなきにしても、このまんま伸びていくかもしれませんね。で、1時間ですね、これ、今度は。1時間足です。おかげさまでね、これも懐かしいですね。W がここにあって、W は右辺が強いですから、ここのネックライン超えたと。まあ、ここも超えましたけどね。で、大きな W がここにあるということですね。で、ネックライン、これで超えて、あとはね、こういうふうに進んでいったということでございます。移動平均線も綺麗に、ここから右肩上がりを、まあ、描いてますね。こういうことないですね。はい、ここしばらくの相場解説、ぴったりといきました。では、今後のことなんですけども、週足を最後に見て、今日は終わりましょうか。週足はですね、こういう風になっていって、右肩下がりのチャンネルラインがこう来て、で、こっから右肩上がりに変わっていったわけですね。まあ、ですので、順当にいけばこのまま107円に向かっていくんで、倍戦略続行です。まあ、この右肩上がりの流れっていうのが、まあ、ここまでいくことは考えにくいんですけども、でも分かんないですね。こういくかもしれないですね。110円の方向に、110円の方向ですよ。110円に行くってわけじゃないですよ。110円の方向に進むための、しばらくは倍を考えていった方がいいのかなというところですね。はい、今日は以上ですね。まあ、今後も倍で押していくっていうのは変わらないんですけども、今日までの相場回数、この2ヶ月ぴったりと本当に行きました。いや、これでね、ロットを上げる度胸がつけばね、あっという間にね、もう何百万も勝てるんですけどね、いまいちそこまでは精神力がないということでございます。それでは本日は以上です。ありがとうございました。